旧磯野家住宅の表門旧磯野家住宅は東京都文京区小石川に所在する歴史的建造物、重要文化財に指定されている。明画谷駅から春日通りを渡った数分のところに実業家で政治家の磯野隆氏によって建てられた近代ワッフルの住宅である。母屋は1909年に着工し、1912年に竣工した。明治末期から 大正初期にかけての和風建築の域を凝らし、材料、衣装、技法において、伝統的な木造建築の技術と、明治以降の大工技術を見ることができる。現在の所有者は、ホテルニューオータニの創業者、大谷米太郎の子孫が運営する、公益財団法人大や美術館である。母屋の屋根と外壁に銅板が張り巡らされている、外観から、銅後店とも呼ばれている。 セシュの磯野隆は、千葉県泉出身の元衆議院議員で、三輪王とあだなされた人物であった。建築に際して、磯野は若いながらも優れた当領であった、北見米蔵を自ら選び、その下に百名町の優れた職人を集めて、作業に当たらせた。磯野が大工側に要望した条件は、寺院風で、地震に強く、 耐火性のある住宅を建てることという3点のみであり、建築費用や工事工期には制限を設けなかった。そのため、室内の天井、欄馬、建具、棚等の増産には、木曽の日の木、薬島の杉、三倉島の相当、国内の吟味された木材が、ガラスには当時最高級とされたベルギーからの輸入品が用いられるなど厳選された。 建築材料が揃えられ、それらをもとに、名人技の職人により建てられたがゆえに、後の関東大震災や太平洋戦争といった、戦災の被害が及ぶこともなく、現在も春工当時のままの姿を保っている。住宅は、その後、新潟の石油中野寛一が譲り受け、さらに戦後、大谷米太郎の子、大谷鉄平の所有を経て、大谷美術館に移管された。 おもやは、敷地北寄りに立つ。木造一部三階建て、銅板武器で、外壁にも、銅板を張り巡らしている。平面は、L 字型を停止、書院棟応接棟旧台所棟北棟の四部分からなる。ただし、これら四部分は相互に接続しており、建物の棟数としては一棟である。書院棟は、東西棟の入りもや作り、平屋建て、銅板武器で、 正端に玄関を設ける。玄関の南に八畳その東に八畳の仏間を設ける。仏間の東には、畳廊下を挟んで十二条、十二条、十二条半の室が一列に並ぶ。東端の十二条半は床、棚、不書院を設けた座敷である。書院胸の北側から東側にかけて畳廊下と濡れ屋を巡らし、南側には板廊下を巡らす。 諸院胸生誕の北側に接して乗り降りに、南北と入も屋造り、三階建て、同板武器の応接胸が立つ。前述の玄関の北には内玄関と階段室があり、その北に八畳を設ける。応接胸の二階は十二点五畳、三階は十畳の座敷とする。応接胸の北に接して、南北胸、入も屋造り、平屋建て、同板武器の九台所胸があり、 さらに北に接して、東西棟、霧妻作り、平屋建て、鉄板武器の北塔がある。表門は、1913年に竣工、母屋に劣らず金に糸目をつけず、趣向を凝らした門である。四つ足門の柱は、美州檜の太い丸太を使い、屋根は、美しい曲線を描き、垂木の構造も独特である。門は、7センチメートルもの厚みを持つの,の一枚板で、 作られている。大谷家はこの住宅の保存と維持継承を考え、愛着を持って丁寧に使いながら保存のために技術的に万全を期した。都心の中で隣接地でのマンション建設等周辺環境が大きく変わっていく中でもこの建物を守りたいと考えた。そして建物自体も道後店と言われるようにユニークな建物であったこと、技術的。 自称的にもしっかり作られていることなどが今日に生かされている。保存に関わった鈴木博之は以下のように述べている。都心での文化財のあり方、文化財を保存する人の負担と、その文化財から恩恵を受ける人、どうコントロールすればよいか。この住宅保存の成功例から、都心部の建物だけではなく、地方にも、明治末から、 昭和初期にかけての立派な建物が残っている今後文化財のあり方も含め十分に検討していかなければならない大きな課題である。鈴木博之、保存現論日本の伝統建築を守るマイナス、沢崎昭春、市ヶ谷出版社、2013年。ありがとうございます。